はい、じゃあ続きやっていきたいと思います。キューブですね。続きから。さて、行きましょう。どこでしょうかね。奥に進んでみますけど、ここでなさそうですね。エレベーターか。まあ、そうですね。上行ってみます？ここは2階なんですね、多分。はい。まあ、いろいろ探索も兼ねてっていうことなんですけど、船内の管理システムチェック。OK、すべて異常なし。渡辺イションシステム。渡辺イションシステム。よくわからんな。1号、親、アンテナ、動作、チェック。オールクリア。2号庫か。アンテナ、動作チェック。オールクリア。まあ、異常なしってことですね。制御パネル、スイッチ類がいっぱい並んでいる。エンジンブロックチェック。オールクリア。ここが、まあ、なんというか、コクピットでか、デッキというか、起動コースとのシンクロチェック。OK、起動上を航行中。まあ、異常ないとね。ここじゃないのか。ああ、ちょっとすいませんね。ちょっと広告が入ったもんですから。ああ、すいません。広告が入ったもんで、ちょっと。はい。じゃあ、やっていきますね。ここいけないな。なんか BGM がね、ないのもまたちょっと不気味ですよね。メインコンピューターカプセル。責任者が中にいないと入れません。ここじゃないのか。ここエレベーターですね。そうですね。あ、同じタイプがいたね。電源は入っていない。なるほど。じゃあ、このフロアじゃないのかな？あれ？2階戻ってみましょう。はい、到着。ここですね、2階。生活用モジュール。利用者レイチェル。現在のあなたの資格では入れません。まあ、個室ですか、ここ。そうですね。全部入れないのかな？曜日。多分入らないんですね。カトゥー。入れんのかな？あ、入れた。入れましたけど、特に、何もなさそうですね。個人ファイルダイアリー。パーツがズバツ2、プロトタイプ01完成。基本的構造をテスト。結果はまずまずといったところ。パーツがズバツ2、プロトタイプ2、プロトタイプ2でデータを集める。歩行のシステムが固まった。リモコンによるテストはおおむね成功。パーツがズバツ2、プロトタイプ3の制作開始。
地球からの情報通信で読んだ最新の回路が欲しい。とりあえず手持ちのパーツで頑張る。わずかずまだ進むのか。ようやく、03が完成した。船内の見回りの後すべてをテストする。さっき船長が覗きに来た。地球に着くまであと1週間だ。明日他の5人がスリープから目を覚ます。それまでには何とか動かしたい。うん。なるほどね。ここも個室なのかな？あ、入れました。あ、ここか。ようやく見つけましたね。来たな、キューブ。よーし。船長遅いな。時間には厳しい人なのに。カークはこのゲームとってもうまいのよ。こいつは今俺が一番気に入ってるゲームなんだ。カークさん、今までの中で最も短時間で進んでいます。随分上達しましたね。当たり前よ。お前もやってみっか。やってみましょうかね。ゲームマシン。なんこれ。キャプテンスクエア。バトルか。バトルですね。ようわからんけど、ようわかりませんけど、まあ倒せばいいんでしょということでですね。あー、ちょっと入んないか。じゃあここ2体スーパーノヴァ。僕は逃げる。ですね。プラズマボール。ハメハメハじゃないですけどね。はい。はい。クォークソード。あれ？いけないのかな？あ、ダメなんだね。じゃあ、一歩前に行って、クォークソード。なんか、向こうの攻撃ばっかですね。え？向こうの攻撃ばっかですよ。動けない。威嚇でやられてんのかな？あ、行った。それだけ待機時間が長い技なのか、これ。あ、強っ。そっか。待機時間が長い代わりに強いんだね。ネクストステージ。ヘディングバード。まあまた、全体攻撃っていうか、複数攻撃で攻めたいですよね。スーパーノヴァ。うわぁ、間合いが取られるんだね。くじけないよ。トペスイシーダ。あ、ダメだね、これ。じゃあさ、これは？ミス。なんかめんどくせえな、これ。強いね。パイ中間師団。これいいですよね。これ、寄ってみようか。あ、いいですね。これやってみましょう。あれ？行かないな。行かない。そっか、後ろ向かれるから行かないのね。じゃあ、普通に殴りますか。滝を、ん？なんだ、なんだ？リング。
滝音騒動。まあこれで回復しろってことなのかな。これスペースファージ、これ使ってみましょうか。えい。お、麻痺ですね。これはいいですね。じゃあ、あとは殴って、どうかな。これで倒したんじゃない？はい。勝利。またやんのかな？またやるの？ファイヤー。ウォーター。スーパーノヴァ効くかな？スーパーノヴァ。あ、炎タイプの敵はやっぱ効かないね。まあ、しょうがない。1？ マジか。アクアフレア。アクアフレア。逃げましたね。水のフィールド。回復していくんですね。この炎タイプのやつがね、どうやって倒すんだろう。なんかないかな。火の技だしね、これ。炎タイプの敵に攻撃してもしょうがない。精神攻撃で。あー、ちょっと間合いが。まずいな。風どうでしょうかね。あ、なんか仕掛けてきた。おー、まずい。石？終わった。ずるいな、これ。下手くそだな。よーし、俺がレクチャーしてやろう。闇雲に攻撃したってダメさ。敵の攻撃範囲をよく見てやってみな。もういいですわ。ん？あ、これは本だよ。読んでみるかい？はい。宇宙時代の言い訳。昔の人たちの話さ。僕は、その頃の冒険心に満ちた人々の話が好きでね。ははは。お前自身がチキン、臆病者だからな。キューブはこの船で生まれたばかりなんだから、何にでも興味を示した方がいい。船のあちこちを調べてごらん。人から教わるのもいいが、まずは自分でやってみることさ。カトゥー彼に何か特技はないのかい？今はこれと言ってないんですが、学習機能がついてるから次第に覚えていきますよ。そうだな。まず、コーヒーの入れ方でも教えてみましょう。キューブ、こっちへ来て、こいつを操作してごらん。やってごらん。コーヒーマシン使う。どれどれ、味見してみよう。苦い。すいません。まあ、コーヒーはね、苦いもんですからね。僕はブラックが好きですけど、もう苦いコーヒーが大好きですね。もう本当に。苦くないとね、コーヒーって感じがしないんですよね。ところで船長はどうしたんですかね。私に近寄るな。なるほど。何するんです？あいにく私は君たちと違ってロボットに関してはろくな目に遭ってないんでな。でもそれはキューブには関係のないことでしょう。お、船長かな？あれ、船長。遅くなってすまない。地球に送る急ぎの書類があってね。みんなどうだ、調子は。特に異常なしです。うむ。おや、そこにいるのは。
はい、キューブと言います。もう出来上がったのか。後で見せてもらうよ。では簡単ですまないが、以上だ。忙しそうですね、船長さんは。やれやれ。ミーティングゲームやって終わりかよ。よかったと思ってるくせに。ああ、いいですね。ははは、まあな。さて、どうな、いまいちよくわかんないですよね。カトゥー。例のものを見せてあげるから、貨物ブロックへ来ないか。ベヒーモスですか。それじゃあ僕は先にメインコンピューターをチェックしていきます。後で倉庫に行きますよ。キューブもおいで。今回の僕らの仕事、この貨物宇宙船の積み荷さ。エレベーターを使っておいで。メインコンピューターはレベル3。倉庫はレベル1だ。さっき言ったとこかな、メインコンピューター。5兆。包丁はかもってくれない。なるほどね。じゃあメインコンピューター行きましょうか。まだいまいちこの人たちのね、目的とか、いまいちよくわかんないんですよね。バックボーンっていうか、そういうのがわかんないんで、ここだね。ではね、キューブ。ここがこの船のコックピット。ここで船のすべてを動かすのよ。私たちが眠ってる間はメインコンピューターが代わりにやってくるの。私は通信士なのよ。これからアンテナとかいろんなところをチェックしなきゃ。おお。あ、ちょっと飛ばしちゃいましたね。おかしいわね。どうかしたか？親アンテナの調子が悪いの。ちょっとコクピットへ来てちょうだい。どうしたんだい？通信システムの調子がおかしいわ。手伝ってほしいの。早く来いよ。で、集まったとね。はっきりした原因はわからないんだけど、どうも変なのよ。地球からの受信はできるけど、こちらからの送信がうまくいかないの。あ、動けるね。船長はなんて？詳しく調べてから対策を考えようって。高アンテナの方は調べました。そっちは大丈夫。この通信システムは日本の渡辺式ウェーブステーション。親アンテナと高アンテナは独立してるから心配ないわ。はっきりした原因わからないんだけど、どうも変なのよ。地球が、これさっき聞きましたね。完璧にぶっ壊れるまで待つってのはどうだ？そんな。通信は一方通行じゃ意味がない。今もうすでに地球つながらなくなってるんだ。とりあえず急いでこちらの状況を伝えなきゃ。ああ、めんどくせえ。いっそ外に出て直接調べちまおう。何、俺が言って、ちょちょいと直してきてやる。大丈夫ですかね。しょうがない。カークと一緒に船外に出てくれるかい？わかりました。それじゃあエアロックへ行って手伝ってくる。あとは、後ろは？あとはコックピットに戻って君のサポートをするよ。もう少しで地球だから、ひょいと二人きりになることはないと思ってたのに。なるほどね。できてるわけですね。船長さんは、なんだ。さっきのアンテナの件ですが、カークとカトゥーが、船外で直接調べることになりました。わかった。よろしく頼む。具合でも悪いのかしら。なんか気になりますよね。船外に行くのか？
船外に行くのか、もしかして。それとも、船長の様子を見に行った方がいいのか、どうなのか。よくわかりませんけどね。ちょっとまだ行ってないとことがあんのかな？ここはさっき来たね。まだ行ってないとこちょっと探索してみます？まだ一回それほどね、調べてないんで、一回をレベル1、レベル1、調べてみたいと思いますけど、ああ、ここはもう全部積み荷ですね。コンテナでしょうか。なんだこれ。これがベヒーモスかな。ベヒーモス観測データ。体、声。体。声。なるほどね。こいつ暴れたりしねえだろうな、ベヒーモス。ここはエレベーターか。なんかやり合ってますね。やめてください。そんなことしてる場合じゃないでしょう。やり合ってますね。ふざけんな、この野郎。カークやめてくれよ。いや、やめてください。そんなことしてる場合じゃないでしょう。なんだよ、なんか、進まないっすね。お前は引っ込んでろ。キューブに八つ当たりするのはよせよ。いちいち俺に指図するな。軽いジョークをいちいち真に受けやがって。忘れんなよ。レイチェルはお前に愛想を尽かしたんだってことを。ああ、なるほどね。三角関係か？うろちょろしてて外へ吸い出されないよう気をつけな。大丈夫かい？外出んのかな？こんな感じで淡々と進んでいくのかな。いまいち敵と遭遇するとか、そういうのなさそうですよね。さっきは変なとこ見られてしまったな。人間っておかしいだろ。戻ってしまいましたけど、スイッチが2つ並んでる。押していいのかな？押してみます？ 1。ああ、開いた。もう1回押すと閉まるわけですね。じゃあ2押すと、なるほど。これ外出てもいいのかな？ちょっと一旦セーブしますね。両方開けて、ダメなんだね。開いた。これはまずいタイプか？吸い出されてしまう。やばい。まさかこれでゲームオーバーじゃねえだろうな。キューブが地球の土を踏むことはついなかった。ゲームオーバーです、これ。セーブしといてよかった。
危ねえ。まあ、とりあえず25分過ぎたんで、また一旦ここで動画切って、続きやっていきたいと思います。いや、こんな終わり方するのか。ちょっと衝撃的ですね。やっちまった感が半端ないんですけど、まあいいでしょう。じゃあここまでご視聴ありがとうございました。またね、次の動画でお会いいたしましょう。それでは皆さんさようなら。